県民生活に地域交渉を行い、その経緯をお伺いしているところです。表彰状、株式会社ビーバードさん、ポータブル冷凍機、ディープフリーザーの開発を要請。本業績は、本県産業の振興、および県民福祉の向上に貢献され、その功績は誠に顕著であります。よってここに、新潟県技術賞を贈り、表彰します。令和4年11月3日、新潟県市、花園秀雄。令和4年11月3日、吉岡健一さんは、次に農林水産業の振興に貢献。